本見どころです。さあ本日もスマホのゲームアプリ、プレイしていきたいと思います。さあ今回プレイするのは牛乳吹いたら負けというタイトルのゲームでございます。一体どういうものなんでしょうか。まあ5分弱で皆さんにですね魅力伝えていきたいと思います。それでは早速プレイしていきたいと思います。さあでだいぶまたねそんなにクオリティの高くない絵ですけども、さあ始める。ステージは牛乳吹いたら負け。矢印を気になるところタップしてみよう。うん、手に入れたものが、牛乳を吹き出させようか、そういうことなのね。なるほどなるほど。さあじゃあ逆に言えば牛乳今口に含んでるのが俺じゃないのね、プレイヤーじゃなくてこっちの坊主の子が俺ってことなのかな。さあ机の上にね、胡椒が、給食の時間の胡椒、あ、アイテムゲット。じゃあこの胡椒を使って、えい、吹いた。なるほど。ね、下のおかえりおいで大分県の方にちょっと興味ありますけどもなるほど、こうやってアイテムを使ってっていうね、胡椒で鼻がこうくしゃみってことかね、うん、そういうことなんでしょうね。さあ癖のある先生がいますけども、これはもう今度あいつ友達みたいのがいないね。ロッカーちょっと見てみる。ロッカータップ、あ、まさかの季節外れの扇風機。さあゲットしました。そう、この扇風機を、あ、ちっちゃい、思ったよりロッカーには結構ね子供の腰ぐらいある扇風機かと思ったら、実際は、ね、夏場よく使う手持ちの扇風機。さあどうだ。え、風が当たって気持ちよそうだ。そして下にはおかえりおいで大分県、なんなんだよこれ。え、あれ、ダメだ、もう一回やってみよう。何、扇風機だよな、あとアイテムは、あ、先生の方にちょっとやってみる。え、あずらなった。なるほど、そういうことですね。直接的じゃなくて笑わせて吹いたってことでしょうね。なるほど、くそ、そういうことね。さあじゃあ続いてロッカーに、またあったよゴム。これはね、紅白風で赤白帽ってことかな、かぶせてみましょうか。はい、ん、なんだ、あ、ちょ、変な帽子もお似合いだ。あれ違う、どういうこと。ゲット、これなんだろう、帽子は確実に帽子なんだよな。こっちにかぶらせてしまうか。あっ、ウルトラマンなるほど、使い方がそういうことだったのか、くだらね、そしてつまんねあー、もうちょっと、ただこれ絶対これ扇風機出てくんだろうな、ロッカーかな、予言するわ、扇風機絶対出てくるわ、ほら出てきたはい、こう、いや、この令和にやる、この令和のこの時代にやる、スカートの女の子、ちょっと大丈夫、今回年齢制限つけなきゃいけないことじゃん、いけ、あら、なんとプレイヤー側から見えない、なんでしょうね、この今回のね、牛乳吹いたら負けというアプリやってみたら結果大分に行きたくなったっていうねおかえりおいで大分の方にですね、ちょっとでやっぱちょっとね、なかなか旅行とかね、なかなかしにくい世の中になりましたけども、早くね、みんながいろんなとこ行けるようなこと、そういうメッセージ性もあるアプリだったということでしょうね今回ね。はい、温泉もいいです。はい、というわけで今回は牛乳吹いたら負けというアプリをやってみました。
ぜひとも皆さん、まあ、子供の頃を思い出してね、小学生の時だったらこういうことをやるなみたいなのを考えながらやると、よりヒントに、近く正解にを導き出すことができるんじゃないでしょうかね。はい、というわけで今回は以上です。ありがとうございました。